皆さんこんにちは。材木屋の親父と菅れ、親父の八田金也です。はい、菅れの八田宗司です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、オフィス家具のご紹介です。はい、ウォールナット一枚板のダイニングテーブル。オフィスだけどダイニングテーブル、ね、これはですね、キッチンはこうやってオフィスに出してきたので、休憩時間に使ってもらうようにということで用意しました。それでこのカウンターはね、934ミリで、これにこの天板に合わせた形でこの天板を用意しました。基本まあビーマーに 1、2ミリ差があるんだけど、934、5ミリになるような板を探してここに合わせようというふうにしました。1枚、1枚板ですね。なかなかね、そのサイズっていうとね、微妙に大きすぎたり小さすぎたりっていうのがあったんで時間かかりましたけど、で長さが2メーターの930ちょっと、あ、ここは920あるな。というのもですね、こう自然な部分もあり、カットした直線部分もありということで調整したので、多少デコボコ925ぐらいか、ここが微妙に10ミリ減ってるのね、うん、でもここへ来ると938ミリぐらい、こちらへ来るとこれも937ミリぐらいかな、うん、ということで935前後になるようにということで、このテーブル自体は作ったと。ウォーナットいいでしょう。やっぱり高級材だよね。ここは少し入り皮があって埋めてる、うん、埋めてるね。でこぼこがあっちゃいけないよねということで埋めてますね。でここら辺の木もね、綺麗な木が出てて、でウォーナット特有のこの少しグリーンがかったような紫かかったようなこのね、うんうん、虹のようにね黄色が加わって、やっぱり高級だなって。こんなのが取れるの、はい、そうそうないっす。そうね、あのウォルナットとしては6、70センチ、80センチぐらいまでが多いですよね、うん、それを90センチ超えるって言うとだいぶ希少価値になってくる、そういう中の一つを用意したと。それでこれは分かんないと思うけど、確か40から50の間奥まったところから少しこう斜めになるようにちょっと垂れてるんですね。少し垂れた状態を作りました。これ全部四方ね、ぐるーっと触ると分かるな、見たんじゃ分かんないけど触ると分かる、うん、でも行ってないと分からない。そうです、うん、触れば分かる、触れば分かるよね。で裏もそれに合わせてっていうかね、この丸く柔らかくテーパーをつけた、このデザインが今一番好きかな私がデザイン加えるときはね、うん、はい、よく見てね、このここの微妙なね色合いが違うでしょ。虹のようなっていうの映るかな、映ってくれるといいんだけど、ね、いい感じですよ、うん、で特有のこの濃い黒い部分も持ってたりして、ね、うん、この一枚でだいぶ楽しめるなはいはい、これね、この機械ちょっとメモリをここをしてみるか。ほう、おお、高くなった、高くなって、このカウンター高さに合わせてあるので、人がたくさん寄ってきた時にはここでぐるーっと立食パーティーみたいになるといいなってということでね、高さはいくつに合わせて、高さはねこっちが900なのよ。キッチンでも850とか800とかありますけど、一番高いレベルのやつねが900なので、この900に合わせてこちらもその高さに合わせたのと、はい、今度さっきの元の高さはこれ、これで普通に座って食事とかするのにちょうどいい高さ、うん、ということでいろんなシチュエーションで使ってもらえるようにっていうか、昇降機付きの最高レベルのブラックウォルナットテーブル。高さは記憶させている、あ、これは記憶してくれるので、うん、いちいち調整しなくてもできますね。でこれ、まあ、こっちはこっちの高さに合わせた椅子をこうやって用意して、基本ね天板に対してこの座をね25センチ差にするとちょうどこうやって座った時に作業がしやすいということで、これはハイチェアですね。それからこれの場合もね基本25センチぐらいかな、26.5 ぐらいかなの差でちょうどこう食事したりお茶飲んだりしやすい高さにしてあります、うん、このデザインは親父さんがおっしゃるんでしたっけ。そう、アップルそうそうそうなんでそんなこういう丸みを帯びてこんな風にしたのって言われるんだけど、アップル社 Mac のノートブックをここで
開いて仕事をするときにこれに似合った。ね、こうなってるよね。こうやって。うん。多分写真出しておいてもらうと分かるんだけど、もうちょっと極端にテープあるけど、うん、テーブルの場合はあまりこうやっちゃうと、そこにコップを置いてこぼれちゃったらいかんという。それもあって、微妙にテーパーをつけてあるというものです。